はい、皆さん、こんにちは。親子でーす。親子でーす。はい、今日はですね、山形県の、うん、山形しばらくぶりで来たね。そうですね、山形。もうコロナでずっと来れなかったんですけども。いや、後ろ、綺麗でしょ、皆さん。皆さん、ちょっと見てください。はい、山形県は、ここは川西だから、はい、南陽市かな？そうだね。はい、川西のダリア園に、初めて来ました。いや、でも有名なんだよ、このダリア園って。ね、はい、結構来てる方がね、はい、多いと思うのね。そうですね。だいたい2時間ぐらい。そうだね。かけて。いや、で、来てよかったわ。満開だもん。そうなんです。今日はですね、本当に。はい、皆さん、見えますか？はい、36度。360度。ちょっとずっとやってみて。はい、私、花の中でダリアが一番好きで、もうダリアに囲まれたいっていうのをずっと思っていたので、ね、もうずっとこれ。でっかいよ、まあ、すごいです。かぼちゃみたいなダリアだよ、これ。本当に、まあ本当に美しいダリアがいっぱいです。これ見事。もう本当ダリアは種類がすごく多いんですけれども、はい。ピンク。はい、このピンク。ピンク、これ綺麗だっちゃ、ね、はい、いや、これピンクの似合う、はい、庄司さん、はい、今日はね、はい、ジャスミン、顔よりでっかい。お客さん、あんまり触んないで引っ張らないでくださいね。梅雨垂れてきたこれ、あれ、仙台だとさ、恥ずかしいとかさ。そう。おしょすいだっちゃ、うん、おしょすい。はい。これはおしょすいなっていうのは、ありがとうっていう。そうなんだ。うん、ちょっと待って。あっちのこれ、ちょっと待って。これすごくない？黄色の。ちょっと待ってね、今ざーっと見てきます。これすごい、ユイノーだって。ちょっとすごいね。へー、あ、こういう色がすごく好きかも。これ綺麗だね。わー、これも好き。すごい綺麗。これも好き。ちょっとあっちの方まで行ってみたいと思います。いちごミルクだって。ほんといちごミルクだ。かわいい。いちごミルク2020年のダリア総選挙で1位になったということで、いや、これほんとかわいい、かわいい、欲しくなる。これ最高ですね。かわいいな。これ好きかも。これすごく綺麗。なんかこう葉っぱの裏側が濃くなってて、おしゃれな感じですね。こちらは流星群。またこの不思議な感じの色合いが綺麗で、これは、あ、これもなんか優しい色ですね。これがすごい珍しい合言葉。すごい珍しい色です。初めて見ました。すっごい可愛い。あ、これはヒラリ。なんかちょっとこう紫がかってたりするのが可愛いな。素晴らしい名前のダリアさんに会いました。はい、夢舞台。素晴らしい夢を持った舞台を数々やらせていただきますので、ちょうどお会いしてよかったね。すごい、日本だってこれ。おー、何すね。あれ、これまん丸。まん丸すごいね。すごいすごい、本当にポンポンダリアだ。じゃあ、初のダリア園でしたけども。ね。楽しかった。楽しかったですね。こんな素晴らしいね、数々のダリアがね、うん、やっぱり見に来てる人ず、はい、
今日は天気いいからね。そうですね。随分ね、はい、お客さんいましたよ。ああ、よかった、ね。楽しませていただきました。ありがとうございます。